Hey yo! ケンツメッシーです。はい、今日もクラやっていくんですけどね、今日この人気でマルチやってきます。でね、負けまくって今7連敗中なんですけど、マジでね、むずいな、そのデッキ、こっちの人気が今グロイチおるんですけど、ゴレにマジで勝てないし、スキャラとかにも全然勝てないんですよ。で、前使ってた俺のインドラの方、インドラ、マジアチャー、ランバーが入ってる方だと、勝てるんですけど、なんかね、言っちゃ悪いですけど、マッチング運に左右されて、二つ神器持ってるんですけど、それぞれが勝てる相手が違うんですよ。で、普通の神器だと、エリゴリに勝てなくて、ヒーガー神器だとエリゴリに勝てる。ただ、普通の神器で勝てていた、ゴレとかラバーには、こっち勝てないんですよ、全然。あと、スケラモかな。スケラモきついっすね、インドラがいないんで。どうしようかなと思って、悩んでますね。マジで悩んでる。どうしようと思って。なんか上がってる時もマッチング運なんですよね、基本上がるのが。なんかそれって本当にこのデッキでいいのかなっていう風にマジで悩んでますね。どうしようかな。そうね。三重視っすね、相手。ギャングかな。三重視でできた。マチアチャ出しつつ、左側はダクネとかだけでいきたいかな。ヒーラー出しつつ、まあ守れれば何でもいいや。マジアチャ、こっから、こっちの方がいいかな。こっちの方が、アイゴレ出されたとしても、射抜きやすいかな。まあ、ダメージは許容していきましょう。ディガー来たらめんどくせん理由のだけ出しといて、はい、このタイミング被ったリポンはうまいっすね。こっちの言うのが、出すだけ無駄になるんで。どうしようかな。ダクネ出して、これ30死に返されるんですよね。これ、左側突っ込むしかないっすね。これ出しといて、いや、これ突っ込めないな。ヒーラーで回復しつつ、こうかな。で、この5は、しっかりポンプに打っていて。削っといてあげて、前のプレッシャーかけていきます。で、マジアチャ出して、ダメージを抑えとこう。で、三重四首読みの。ラム出していて、ハンター来たら5打ちます。で、入るかな。ダメージが入ってグッドゲームですね。まあこうなるとやっぱ5ある方が有利なのかなって感じで、こっちの陣の方がいいんだけど、マジで悩むな。で、こっちの陣だと絶対にエリゴリに勝てないんですよ。で、こっちだと勝てるんですよね。いや、どうしようかなと思って。本当にダクネんとこインドラに変えるのもありかなとかも思いつつ、ダクネが強い場面ってあんまないからね。ちょっとそうするわ、俺。ちょっとこうインドラに変えるわ。こうしよう。なんかね、使っててね、ダクネまあ強いんですけど、強いんだけど、やっぱインドラ最強だなっていう。これで、ただダクネがその結構ユニットを溶かす火力になってくれるので、そのヒーラーってめちゃめちゃ火力あるわけじゃないんでね。ここインドラかな。前から言ってるんですけど、ダクネがそんなにね、活躍しない試合が多いので、ちょっとインドラでやってみましょう。とはいえ、ないものねだりだからな。ハイゼンベルグ。これは、あれですね。JPP ですね。
ヒーラー出しておいてあげて、回復しつつ、これ全部残ってくれたら最高だけどな。一発はもらっていいから延命してあげて、ファイブ打つかダクプリかですよね、これ相手。なるほど。うん、惜しい惜しい惜しい。これラム出したら結構入るな、おそらく。ダクプリカプリンス、オッケー。多分ゴブジャイ出せる理屈はないと思いたいんで、ですよね。バトルヒーラー出して返しておきます。いやー、これヒーラー受けても無理か。プリンス溶かしてくるんか。真ん中とかここら辺で受けても変わんないんかな。タゲ取らせてからザップ打たれるんで、ここのカウンターっすね。雪玉欲しいな。とりあえずダメージ入れてってあげて、ってなるとダクネの方が強いんかな。難しいな、本当に難しい。ここのユニットの攻防すべて勝てばワンチャンあるな。ファイボなのかどうなのかですよね、これ。はい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 。まだ呪文圏内入らないんで、これは。強気の攻めで。いやー、GG か。難しいねー。難しいなー。どうしよっかなー。マジで悩むなー。ちょっとね、ここに来てねー、やっぱり、悩みますよね。37取られた。やば。これ昨日のやつなんですけど、いやー、でもやっぱ、こっちの立ち回りを磨くしかないよなー、ということで、ちょっとねー、しばらく練習するので、取り上げの動画が出せるか分かんないですよね。このデッキのね、なんだろうな、前の陣技は割と立ち回りをこう見つけられたんですけど、こっちのデッキまだ本当に分かんないことばっかで、ダクネをもっとうまく使えないとなって感じなんでしょうね。ただ、ゴレはな、しんどいと思うんだよな。ここにだってゴレドゥーンって出せるだけど、もう終わりに近いんで。いやー、これがエリゴレなのかどうかですね。延命してあげて、でこういう延命は絶対しないともう勝てないんで。並べてあげて、ここで。いやー、届いてないんかーい。あれか、延命してあげて、これあれかな、ラバ書いて、オッケー。ダクネが入ってる。これどう受けるかだな。エレキ出して受けつつ受けつつ受けつつ、コウモリが強すぎる。コウモリが強すぎる。いや、コウモリ強くね。こんなんでダメージ返るか。マジかよ。いやー、ラバ来たよ。しんどいなー。アイゴレとかそういう2ストリーユニットがヒーラーしかいなくて、溶かされやすいんですね。これ、延命したいんだけど、
ポイズン打たれたらどうしようもないよね。で、これでも空溶かせる火力ユニットが溶けたんで、ダクネが溶けちゃったんで、まあ、ダメージ入ってるんだけど、ファイブ防衛も3つ使うので、相手逆に言えばポイズン使ったから、ここ大事か。で、ここね、ファイブ打ちます。ババ来たら美味しいんで、まあ2匹ぐらい溶かせればここで、いやーでもラバ言うていけるか、さすがに。で、ここで逆サイドをしっかり振っていくことが大事で、多分こういう動きをしないといけない。で、こういう感じで処理してあげつつ、ですね、こういう動きですね、おそらく。で、ここどうせ相手呪文切ってくるんでっていう、こういうとこまで読んであげて落として、まあ 2-1 で勝つって感じか。まあこれが理想なんでしょうね。いやー頑張るかということでね、8000いくデッキを今回定めました。これにしようかなと思ってます。まあ今の戦いで分かったな、立ち回りゲーだなこれ、マジで。ちょっとね、難易度高いデッキですけど、多分カードパワー的に今シーズンこれ強いと思うのでやっていきたいですね。